二枚のインボリュート歯車の噛み合い、左側の歯車から右側のものに回転が伝達されている様子。青い矢印が二つの歯の接触点と接触点における作用・反作用の力を表す。接触点は歯車間の作用線上を動く。作用線は二つの歯車のどちらの基礎円とも接する線である。この図ではバックラッシュがないため正確には作用線が2本。 あることになるが、図中では、動力の伝達にかかる作用線だけが示されている。インボリュート歯車は、歯車、特に平歯車及び、ハスバ歯車において、歯の軸と直交する断面の形状を、インボリュート曲線としたもので、いくつかの良い特性があることから、近年では、他の曲線の歯車に比べ機械製品で最も多く、使われる。レオンハルトオイラーの発案による、 インボリュート歯車の設計上の各部名称。D1、D2、ピッチ円直径。DG1、DG2、基礎円直径。O1 o、O2、各歯車の中心点。P、ピッチ点。S1 S、S2、四面のインボリュート曲線。α、圧力角。T、歯の接触する点での S1 と S2 の共通接線。ラインオブアクション、作用線歯型となる。 インボリュート曲線の元となる円を基礎円と呼ぶ。2枚の歯車のそれぞれの基礎円の両方に接する4本の線のうち交差する2本の一方を作用線と呼ぶ。双方の歯はそれぞれインボリュート曲線であり、その接する点は回転が進んでも必ず作用線上になる。そして2つのインボリュート曲線の共通接線と作用線は直交する。この作用線と、 両基礎円の中心を結ぶ線との交点をピッチ点と呼び、各基礎円の中心から半径がピッチ点までの円をピッチ円と呼ぶ。両ピッチ円の共通接線と作用線のなす角を圧力角と呼ぶ。2枚の歯車のピッチ円の直径を、それぞれ D1、D2、基礎円の直径を DG1、DG2、中心間距離を A とすると、コサインイコール DG1、 d1 イコール dg2d2 イコールイコール a が成立する。つまり圧力角は歯車の軸間距離が変わると変化するが回転に伴って変化することはない。インボリュート歯車の基礎円ピッチと放線ピッチ。インボリュートの性質から円弧の長さ a1a には手と等しい。手は円に接する直線であり、 深海の様子からこの直線がインボリュート曲線と直行することは容易に想像でき、従って手はインボリュート曲線の方線であることが理解される。基礎演習場での各派のインボリュート曲線の出発点の間隔を基礎円ピッチと呼ぶ。これが噛み合う2枚の歯車で共通であることで噛み合いが連続して生じ円滑に回転が伝達される。基礎円ピッチは 円周長を刃の枚数で除した値であり、これは、渦の手と等しくなる。この手を方線ピッチと呼ぶ。2枚の歯車の刃の枚数を、それぞれ Z1、Z2 とすると、A1、A2 イコール、A2、A3 イコール、イコール、πdg1、Z1 イコール、πdg2、Z2 イコール手となる。波数の比とピッチ円直径の比は等しくなるようにすると、回転数の比 R は、 R イコール D1、D2 イコール DG1、DG2 イコール Z1、Z2 となる。つまり歯車の軸間距離 A とは無関係になり、基礎円あるいはピッチ円の直径の比で決まることになる。方線ピッチを短くして、波数を増やすと同時に噛み合う歯の数が増える。これにより回転の伝達が円滑になり、また歯にかかる力が小さくなる。 一組の葉の接触点の軌跡を接触庫と呼び、ピッチ演習場の葉のピッチである、円ピッチで接触庫の長さを除した値を噛み合い率と呼ぶ。インボリュート歯車においては、接触点は作用線という直線上を動くため、作用線上での接触している点の移動距離を方線ピッチで除した値になる。実際に接触が開始、終了する点の位置は、刃先円の直径によって決まる。 はさき円が作用線と交わる点が接触の開始及び終了点であり、この間の長さを噛み合い長さと呼ぶ。これを方線ピッチで除した値が噛み合い率である。噛み合い率が1であれば、方線ピッチと噛み合い長さが同じということであり、ある歯が接触を終了すると同時に次の歯が接触を始める。2であれば、 接触を始めた歯がピッチ点に達した時に次の歯が接触を始め、最初の歯が接触を終了するときに次の歯がピッチ点に達し、さらに次の歯が接触を始める。噛み合い率が2以上になると、噛み合いの開始、終了に伴うトルクの変化や、騒音の発生が非常に小さくなる。歯が噛み合って、回転を伝える際には、転がり接触をするのが理想であるが、 インボリューと歯車では少ないながらも接触する紙面の間に滑りが生じる。滑りの際の摩擦力はピッチ点の手前では回転を妨げるがピッチ点の後ではむしろ回転の伝達を助ける。この滑る距離は双方のピッチ円半径、波数の比及び圧力角によって変わる。またピッチ円から外周側と内周側でも異なる。 圧力角が小さくなると滑りが大きくなり、ピッチ点の手前では刃元の方が滑りが大きい。 歯車の動力伝達の際の効率は、この滑りの量と、噛み合い率で、ほぼ決定される。噛み合い率が高いことは、接触点が多く摩擦面が多いことになるが、両方の歯車での噛み合い率の値をちっくすることで、効率は良くなる。圧力角を大きくすることで、伝達可能なトルクを大きくすることができ、小さくすることでバックラッシュを小さくし、伝達をより円滑にし、また、 工作精度を下げることができるが、実際には20度とするものが多い。は葉のインボリュート歯車は、作用線が2つの基礎円の交差しない共通接線になり、また滑りも大きいため、使われることは少ない。ありがとうございます。